塾講師のバイトをしようと思うのですが、分かりやすい授業にするためのコツって何だと思いますか。あの授業してみたみたいな動画の方いらっしゃるじゃないですか。あの人の喋り方とか内容完コピするのがいいんじゃないですかね。分かりやすい授業って別にあんま実はなくて、見たことあるとかの方が重要な気がします。小学5年と3年の子を持つ親です。下の男の子は漫画も読まないぐらい本に苦手意識があります。そんなので国語も苦手で文章題の問題なども理解するのが難しいようです。あーなるほど、文字を追うのがしんどいっていう人はいると思いますね。ラジオとか聞くのはどうなんですかね、しんどくないのかな。読み聞かせとかも苦手なのかな。そもそも言葉を追うのがしんどいっていう可能性もあるので、優しいその音源から入るのも手なんじゃないかなと思いますね。春から大学生になったので何か始めたいと思っています。大学生の時にやっておいてよかったなと思うことを教えていただきたいです。もっともっとあのチャラい遊びしとけばよかったなとは思いますね。チャラい遊びはもうどうせそれこそ先ほどの年齢の話じゃないですけど、年とともに本当にしんどくなるのと、お金はねもっとねチャラい遊びやりやすくはなるんですけど、お金がない中でやるチャラい遊びが一番楽しいっていう説をよく聞くので、ハメ外しとくのがいいんじゃないかなと思います。それは男女問わずに。質問なのですが、集団塾か個人塾どちらがおすすめですか。いや個人塾の方がいいんじゃないですかね。高いけど教科にもよると思いますけど、平均値に近い人は平均的な人と同じぐらい同じようなところでつまずきがちなので、最大公約数的な授業をやってくれる人の方が費用対効果は高いと思います。圧倒的にここが苦手だ、圧倒的に成績が悪いって人とか、もっと発展的なものを学びたいって人はもちろん個人塾じゃないと成立しないと思いますね。じゃあちょっとインスタの方のコメントいっぱいいただいてます。やっぱ親子さんとかの質問が多いですね。一人暮らしの祖母と近いところにいてなるべく顔を見に行きたい。他にも個人の事情があり地元で家から近いところを選び就職し実家から帰っています。いいじゃないですか。同世代の子は一人暮らしの子ばかりで、前にも一人暮らしの子からなんで実家暮らしなの、ありえないわ的なことを言われました。それまで気にしてなかったんですが、それを言われて20代で実家暮らしはおかしいのかと気にするようになってしまいました。これっておかしいことですか。全然おかしくないと思います。実家から通えるんだから別にいいと思いますけどね。実家がどんな豪邸でも実家暮らしありえないってこの人が言うのかな。ただ単にマウント取りたいだけの人なんじゃないですか。その人が人がどこに暮らしてるか文句言うやつなんか猿以下の人間だから気にしなくていいと思いますよ。カズレーザーさん的必読書ありますでしょうか。できれば小説ジャンルで教えていただきたいです。大半の小説って娯楽なんで必読ってことはないと思います。このゲームやんないなんて人生半分損してるよみたいなのと同じことなんで、しかも小説やっぱ好き嫌いが多いので必読の本ってなかなかないですね。教養として昔から名著って言われてるものを読んどいて、あ大したことねえなって思うのはいいかもしれませんね。最近涙もろく、今日は数学が解けなくて悔しくて泣いてしまいました。対象を教えてください。数学が解けなくて悔しいってことは数学そんな得意じゃねえんじゃないかな。数学すげえ強かった学生時代の友人とかって別に解けなくてもなんか楽しそうだったので、多分今そんな楽しく数学やってないと思うんで、それは歯食いしばって必要な点数、多分まあ数学っていう書き方してるんで実利的なものじゃない、多分社会人じゃないと思うんで、社会人だったらもっと細かいジャンルで解けなくて悩むと思うので、受験とか学生さんじゃないかなと思うので、必要な点数になるまでは頑張って解いてください。来年から高校教員になります。私は勉強はもちろんですが、生徒が自分で考えて生きていけるような考える力を養えるような教育をしたいと思っています。理想的な教員像について教えていただきたいです。はあ、なるほど。今の学校教育でどんな科目がちょっとあるか細かいの分かんないんですけど、暗記科目なんかどうでもいいから数学勉強しなさいって言ってくれる人が僕はいいなと思いますね。別に数学にこだわらなくてもいいんですけど、あの普遍性のある学問、そして頭を使う学問って結構教科の中でも限られるので、まあ、実用性が高い学問っていう意味ではその情報処理プログラミングとかもすごいいいなと思います。でもやっぱ数学が一番いいんじゃないかな。数学の勉強苦じゃなくなるとやっぱ考えるってことを苦じゃなくなると思うので、あとは将来の税金のこととか教えてくれる先生がやっぱ一番いいなと思いますね。YouTuber にガチ恋してしまいました。相手からしたら完全に一人のファンでしかないと思うんですが、この恋叶える未来ってありますか。ないと思いますよ。
でもその YouTuber がファンに手を出すタイプの子だったら簡単に関係を持つことはできると思いますけど、基本的に YouTuber ってみんな頭いいので、ファンはファンとして対応するはずです。ファンを独立した一人の人間、自分と同レベルの人として対応してたら身が持たないので、基本的にファンはファンとして対応してます。でそれが大人の対応なので、はい、あなたが YouTuber から見てメリットのある行動を取らない限り、例えばもううなるほどの金持ってて毎回スパチャしてくれる、年間数千万スパチャしてくれるとか、もしくはなんか同じような職業をやってるとか、会社経営してなんかこの人を CM に使う広告案件を渡せるとかじゃない限り、ファンはファンなので、ガチ恋する上とか多分人気な YouTuber なんですよね。100万人とかいる、何百万人っている数字の中の一つでしかないので、絶対にかなわないです。憧れの対象とこういう恋愛関係になるのって基本的に無理なので、はい、それは諦めるとかじゃなくて、はい、無理だと思ってください。漫画の中のキャラクターと恋してもやっぱ結ばれるのは難しいですよね。それに近いものだと思います。こんにちは、春から社会人になります。遠距離中の彼は水木休み、私は暦通りの休みで休日がありません。彼のことは好きなのですが、1年間でほとんど会えないかもとすごく不安になってしまいます。どのように気持ちの整理をつけますか。それを伝えて彼も不安に思ってるんだったら、不安と不安の状況っていうのは何も生み出さないので、お別れしてもいいんじゃないかなと思いますね。会えないことが不安に思うんだとしたら、多分その関係っていうのは会うことが前提の関係なので、多分破綻しちゃうと思います。本当に続く遠距離恋愛っていうのもたまに見かけるんですけど、そういう時ってこういう会える会えないっていうのはまず悩みに出てこなかったりする関係が多いので、リモートとかでこの不安を払拭できないんだったら、喧嘩になる前に解消するのも一個の手だと思います。苦手な科目をできるようにするために2つの参考書を使って日々勉強しています。しかし全国統一模試験で少ししか伸びてないため、これが正しいのかと不安です。少し伸びてるなら正しいんじゃないでしょうか。2つの参考書を使って日々勉強しています。まあ、参考書の数がどれだけ多いかってのはちょっと分かんないんですけど、伸びてるなら結果が出てるってことなので、そのまま続けた方がいいと思います。もしかしたらあなたにとってベストな勉強の方法じゃないかもしれませんけど、少なくともベターな方法なのでやっていいんじゃないですかね。特に今年が受験なんだとしたら、この方法は続けた方がいいと思います。新しい方法を探すっていうリスクはちょっと大きいと思うので、とりあえず参考書2つ使って、伸びた結果この伸びだと合格点には足りないなってなったら、その時は賭けで別の方法を考えてもいいかもしれませんね。1個の参考書をめっちゃやるとか、もしくはむちゃくちゃたくさんの参考書を手当たり次第やるとか、どっちがいいのか分かりませんけども、今はこの方法でいいんじゃないでしょうか。現在中3です。今通ってる中学校や先生方が大好きすぎて卒業するなんて考えられません。今でも卒業するって考えたら泣きそうになります。どうすれば気持ちを割り切ることができるでしょうか。今中学3年生ってことで、人生で今までどれだけの人と接してきたかちょっと分かんないんですけど、今後同じペースで生きていったら、中学3年生だから15歳、15年間よりもはるかに多くの人と接することができます。その人たちを同じぐらい好きになる可能性もいっぱいあるので、新しく、ね、好きになったり仲良くなる人がいるかもしれないってことにもっとワクワクしてください。で、なんか本当にその人たちが好きなんだったら、学校の中にいるから好きってわけじゃないでしょう。その人たちの人間性とか、人間が好きなんだから、別にどこで会おうが生き楽しくできるはずなので、卒業してから会えばいいと思います。努力していると考えている時点でお前には才能がないと上司に言われた。自分は納得できていません。はあ。僕もそう思います。努力ってのは才能がない人がすることなんですけど、才能がなくても結果さえ出ればいいので、まあ、結果が出てれば別に上司が何て言うか関係ないんじゃないでしょうか。才能なんかない人がほとんどなんで、なので努力してるので、はい、別にこの上司は間違ったことは言ってないし、何も言ってないようなもんですね。気にしなくていいんじゃないでしょうか。先生のことが好きになってしまいました。明日別の学校に移動してしまってもう会うことができません。悲しいです。このまま先生のこと好きでいてもいいのでしょうか。好きでいてもいいと思います。ただ先生しか好きになれない、その先生だけをずっと愛するっていう選択は、一般的にデメリットの方が大きいと思います。同時に複数の人を愛せる方法を身につけた方が人生幸せですよ。1個の恋愛引きずらなくていいっていう圧倒的なメリットがあるので、
素敵な人は世の中いっぱいいるっていうことは意識してもいいと思います。ただ本当にもう忘れられない恋愛をしてるんだとしたら、今すぐその方にその旨を伝えた方がいいと思います。もう別の学校に行ってしまうので得されないと思って、今好きだっていうのを伝えるのがいいと思いますね。ただその先生が肉体関係を求めてくるんだとしたら、あなたが未成年だとしたら、それはまずこれから先生に好きだっていうことを言いに行きますっていうことを最寄りの親には一言言っといた方がいいと思います。スマホを見すぎてしまうんですけどやめたいです、どうしたらいいでしょうか。解約しなさい。さらば青春の光、東袋さんの活躍はどのように感じていますか。袋さんと仲違いしているのですか。 YouTube コラボはありますか。いや、何も、普通の知り合いですね。なんか東口っていうね、昔からね、東口がよく元コンビでなんかちゃんとやってたような言い方するんですけど、学生の時にちょっと遊びでやってたくらいなんで、なんか元コンビって感じもないんですよ。だからそんなに熱いつながりないんですよ。であいつやっぱ口がね、適当に喋るから、なんかすごい大げさな感じでネットニュースがなってるだけで、別にそんな普通の友達です、知り合い。はい、YouTube コラボありますか。いや、さらばは YouTube 面白い YouTube なんだから、こういうなんか芸人が やらなそうなヘンテコなチャンネルとコラボしたくないでしょ。あの人たちで面白いことやりたいでしょ。仕事にやりがいを求めている方は多いですよね。すごい優しい方多いですよね。私はそれなりにお金がもらえて福利厚生が良ければやりがいがなくても仕事を頑張っていこうと思っていましたが、仕事を続けていく上でやりがいをもう少し大切にするべきでしょうか。いいんじゃないですか、やりがいなくても。僕もあんまり人生とかこういった仕事にやりがいは全く感じてませんけど、全然いいですね。やりがいなくても楽しいことなんかいっぱいありますしね。分離の選択に迷ってます。私は理系に進みたいと思ってるんですが、定数的には全体的に文系か評価が高い傾向にあります。どっちを選んだら、またはどういう基準で選んだらいいでしょうか。理系を選んだ方がいいと思います。利点するのは難しいんですけど、分点するのは簡単なので。分離の選択で迷う場合、将来とかの、ね、要素じゃないですもんね。文系の学部に進む方っていうのは基本的に理系に行けなかった人が行くので、はい、最初は理系を選んだ方がいいと思います。最初からその先が見えてるんだったらこういう質問は来ないと思うので、基本的には理系に行けなかった人が文系になってると思って、少なくとも学部選びではそう考えて差し支えないんじゃないでしょうか。就活がきつくて親のコネで入社した新社会人です。漠然と今の仕事は好きではないし、そのうち社内でも立場なくなるのが分かるので自立して転職2回書いてある、転職したいのですが、その手間を惜しまないほどやりたいこともなければ何かできるスキルがあるわけでもない人間です。どうしたらいいでしょうか。親のコネで転職したらいいんじゃないですかね。転職はできないの？親のコネで入社できるって最強じゃないの。でもなんとなく、まあ親がね、立場が弱くなっていくってことなんでしょうね。そこまで強い立場でもないというか、親は経営者ではないという感じなんですかね。いや、漠然と今の仕事続けるしかないんじゃないですか。何もしたくないってことですもんね。何もしないでしばらくいましょうよ。多分どうにもなんなくなりますから、そのうち。その時に焦りましょう。焦ったことがないのに、ね、焦る方法を教えても、まあ、どうせ焦ってくれないと思うので、一回追い込まれた方がいいんじゃないですかね。でも親がコネ持ってるぐらいなんで、追い込まれても多分なんとかなるので、一回追い込まれましょう。その時また考えたらいいんじゃないですか。外出するとナンパやキャッチなど声をかけられることが多く悩んでいます。自分の気弱な雰囲気が原因だと思い、そういった弱々しい雰囲気が出ないように自分なりに意識していますが、なかなかうまくいきません。楽しむために外出しているはずが、帰宅すると精神的にものすごく疲れてしまいます。何か対処法があれば教えていただきたいです。はあ、だいぶすっとんきょの格好をするのがいいんじゃないですか。で、顔バレしないようにへんてこな格好をして、めっちゃトリッキーな顔が隠せるようなメイクとかして、でもそれでね、目的の場所に行ったら多分楽しくないでしょうね。そんなに声かけられるんだ。誰かと一緒に行動すると声かけられづらいと思いますけどね。でも一人がいいのかな。でもナンパキャッチってのはもう数打ちゃなんで、堂々としててもされるときはされると思いますけどね。ちょっとそれ分かんないね。この人がしこたまルックスがいいとかの可能性もあるから、そうだとしたらちょっと自慢になっちゃうもんね。ちょっと対象な分かんないですね。すいません。あったらいいな、作るとしたらと思うテレビ番組は、芸人仲間同期ぐらいの仲いい芸人さん
たちとクイズ番組をやりたいですね。やっぱクイズ番組は単純に得意だし好きなので、自分で作った何の意味もないクイズいっぱい出したいですね。最近作ったクイズで、あの屋根の部分の切り抜いた写真だけ見せて、この屋根は世界遺産のお城かラブホテルかって当てるクイズがあるんですけど、これ結構面白いんですよね。マジでむずいんですけど、あんま出す機会がないんでね。これそういうクイズ番組はやりたいですね。全然そんな話なんか来ないですけど、やれたらいいですね。人見知りで人とうまくコミュニケーションが取れません、どうしたらいいですか。コミュニケーションが取れません、どうしたらいいですかって一文になってるんですけど、コミュニケーションが取れませんって丸を打ってください。相手がどう捉えるかっていうのを考えるのがコミュニケーションなので、そういうのを気にするだけでなんかうまくいくようになると思います。自分が作った作品をより多くの人に見てもらう方法として何が一番効率的だと思いますか。作品っていうのはどういうものなんですかね。絵画とか彫刻とかなのか、それとも動画コンテンツだったりするのか、 NFT アートなのか、ちょっと分かんないんでこれっていうのはないな。でもシンプル知名度上げるのは楽だとは思うんですよ。知名度ってどんな形でもいいから、それが悪どい方法だったり炎上商法であったりしても人の目に触れる機会は増えると思います。多くの人に見てもらって評価してもらうってなると、別に知名度上げても評価ってそんな変わんなかったりするので、もちろんね、あの裾野が広がれば高評価してくれる人の人数は増えるんですけど、本質的なものの作品の価値ってのは変わんないんじゃないかな。どういうことなんだろう、目的が分かんないな。ちょっとこれだけだと何とも言えないですね。すみません。同年代の同性の仕事での活躍を見聞きすると、自分は到底かなわないと劣等感で苦しくなります。すごいな、私は同じことはできないけど自分にできることを頑張ろうと意識的に思って自分を奮い立たせています。どんな人や状況に劣等感を感じますか、どう対処していますか、教えていただけたら嬉しいです。あんま感じなくなりましたね、劣等感。子供の頃に伝記とか読むじゃないですか、偉人の。あれってすごい人がいるんだなとかじゃなくて、本当はうわーこの人こんな若い時にもうこんな業績残してるんだみたいな劣等感の体制を高めるために本当は読んだ方がいいんかもしれないですね。なんだろうね、同年代の人がやってるから自分もできるっていう前提があるということなんですかね。多分同年代の人がやってることの大半は自分はできないんですよね。もしくはまあできる能力とは素養はあったりするんですけど、素養だけではどうにもならないっていうのもあるので、人は人、自分は自分、その人にはなれないって思うのがいいと思います。それを認めないとずっと劣等感抱えたまま生きると思うんですが、しんどいと思います。でもまあ意識的に奮い立たせてるんだったら、その劣等感プラスになってるのかな。結局今すんごくしんどくないんだったら、その生活の仕方がいいと思いますけどね。社会人になってから10年ほど経ちますが、気づけば学生時代の友達とほとんど縁が薄くなってしまいました。職場で周囲の人と話す程度の日々です。距離感の近い友達がいればいいなと思う時ありますが、どうしたらいいでしょうか。職場の人と距離を近づけるのがいいんじゃないですかね。会う機会が多い人と仲いい方が人生幸せなので、なかなか会えない人と仲いいっていうのはね、結局学生時代みたいに縁が薄くなっちゃうので、単純に友達を増やしたんだったら会う機会が多い人と仲良くなってください。地頭が悪いんですが、改善方法はありますか。地頭って言葉を使うと頭が悪く見えるので使わない方がいいと思います。地頭って概念はあんまり確立されたものじゃないので、知識一辺倒の対義語として使われるんですけど、その地頭の良し悪しを測るなんか方法、尺度自体が結局決まってるので、それも結局知識と一緒なので、あんまり気にしなくていいと思います。それはひらめきとかも一緒で、最初から解き方方法が決まってるひらめきなんて、ひらめきでも何でもないので、それはただ今までやってきたことの慣れとかでしかないので、あんまり地頭ってことは使わない方がいいですよ。恋人が異性と話をしたり仲良さそうにしていると、嫉妬のようなモヤモヤした気持ちになってしまいます。どうしたらこんな余計なことを考えなくて済むでしょうか。はあ、どうなんですかね。でもこの方は感覚的に恋人から愛されてるなっていうのは感じるんでしょうか。感じるんだったらまあ、ね、いや気持ち焼くのはしょうがないんじゃないですかね。それだけ自分の恋人だからね、やっぱすごい素敵なわけでしょ。もしかしたら他の人が狙ってるんだって不安になるぐらい素敵なんだったら、やっぱそれはやきもち焼かざるを得ないんじゃないですかね。余計なことを考えてるわけじゃないと思いますけどね。すごく素敵なパートナー見つけたんだから、そのパートナー逃がしたくないっていうのは普通の考えだと思いますね。でもどうだろう、例えばその人が過去に浮気とかしてたっていう経験があってだとしたら、それはまた違う話になってくるんだよね。
余計なこととかじゃなくて、それはもう防御本能として感じてることだと思うので。ただやっぱ恋人側としては、その恋人側としてはちょっとしたことでやきもち焼かれるってすごくしんどかったりするので、あまりやきもち焼いてるってことは、まあ1回2回伝えた方がいいと思いますけど、やめてとかはそういうことしないでとか言わない方がいいんじゃないですか、ね、やらざるを得ないことってあるんですよ。他者と会話ってしなきゃいけないの で他者と仲良くした方がメリットが多いので、社会っていうのは感情とか恋愛とか性欲愛欲とか関係なく人とは仲良くした方がメリットが多いって感じてるから、恋人もいろんな人と仲良くしてるんですよ。なんでそこは割り切った方が、割り切る術を身につけた方がいいと思います。漫画を読んでいるというと本を読んでいることになれと言われるのはどう思いますか。いや、なんで漫画は書籍じゃないですか。どういうことだろう。ってことは図鑑とか画集とかも本を読んでることにならないのかな。なんだろう、活字っていうことなんですかね。でも漫画も活字だしな。誰がこうおっしゃるのか分かんないですけど、そういう人と距離を置いた方がいいと思いますよ。一個のテーマである程度の分量、情報量があるものを読むっていう意味では、漫画よりも確かに書籍とかの方が情報量は多いかもしれないし、密度も濃いのかもしれないんですけど、その分漫画早く読めるんでね。同じテーマで書いてあって、新刊一冊読むのと同じテーマで書いてある漫画コミックス10巻セットだとしたら、コミックス10巻セットが手軽に読めるしね。そういう意味ではいいと思いますけども、娯楽要素の強いコミックスと学術要素の強い書籍だとしたら、それはまあ学術要素の強いものを読んで勉強しろっていう意見なんじゃないかなと思いますね。でもそんなことをやつは無視していいと思います。マインドフルネスとか流行っていますが、それ以外にメンタルを安定させるのはどうしたらいいと思いますか。マインドフルネスが流行ってるならそれでいいんじゃないですかね。精神を安定させたいってことなんですかね、こういう質問が来るってことは。その本を別に理解しなくても、マインドフルネス、まあ僕もざっとしか読んでないんですけど、別に理解しなくてもいいと思うんですよ。読んだことによって安定が得られると思うので、流し読みするのがすごいと思いますよ。なんか自分に有用そうな本ってやっぱ身につかなくてもいいから、ざっと読むのってすごいプラスになると思いますね。今就活中です。現在内定ゼロです。小さい頃から一般家庭に育ったら、高校大学通って正社員として社会人にならなければいけないという考えが自分にあって、すごくプレッシャーなのですが、カズレーザーさんは正社員にならなければならないと思いますか。またフリーターをどう思いますか。どっちもお金をもらってる、働いてお金をもらってる人たちだと思います。どっちだからっていうのは全然ないです。ただ、その会社の中の立場が違うとは思います。福利厚生であったりは全然差はあったりするものだと思います。内定ないのは大変ですね。でも正社員、この質問をするとかやっぱ正社員になりたいってことなんですね。フリーターよりは正社員の方がいいだろうなって思って、そうなので、いや、ご分を祈っております。希望の会社で正社員になれたらいいな、いいんでしょうね。でもフリーターをどうこうは全く何とも思いません。テレビ離れが今話題になっていますが、テレビの魅力は何ですか。なんだろう、未だに何千万台って、家庭に置いてあるってことじゃないですか。テレビってものを単一のチャンネルと考えたら、登録者数がめちゃめちゃ多い動画チャンネルなんじゃないかなと思います。それをなんか細かく分け合ってるからテレビ離れになってるんですかね。まあ業界も再編されるんじゃないかなと思います。魅力はやっぱり、でもテレビもね、視聴者も高齢化してるから同年代が出てるってことが今のテレビの魅力なんじゃないかなと思います。そういう意味では若い子からの魅力はやっぱ薄くなってると思います。0歳の娘がいます。この子が大人になる頃には日本は住みにくくなっていると思います。高齢化、高い税金、酷暑、災害、そう思うと語学教育や留学などを充実させ、将来外国に住めるようにしてあげるべきでしょうか。まあ日本は住みにくくなって、今よりは住みにくくなることは間違いないと思います。でも大概の国がそうだとは思いますけど、今住みにくいけど将来的に発展する国に行って、そのギャンブルに勝って夢のような生活を謳歌するか、今住みやすい国もちょっとのタイミングで住みにくくなる可能性もあります。経済的に発展してるからといって、発展状況にあるからといって、その国に移住して移住者が住みやすい状況になれるとは限らないと思います。またなんだろうな、まあ、金持ちだったら、ね、いろんなところすぐ移住できるんで、そんなに金があるんだったら多分こういう悩みはね抱かないので、どこに行っても住みにくい場所は住みにくいですし、住みやすい場所は住みやすいです。特に日本はまだまだ住みやすい場所はどんどん住みやすくなる余裕はあります。住みにくくなる場所はもうその倍ぐらいのペースで住みにくくなっていくんですけど、移住しないだったら国内でも住みやすい場所に留まり続けられるような能力、技術、ノウハウ、そういったものを身につけてもいいんじゃないでしょうか。
まあでも僕は将来海外行きたいですね、やっぱ。アホードのみ暮らしたいっていうのがあります。全部が嫌になっちゃう時の対処を教えてください。生きてくのつらい。うわ大変ですね。嫌なこと全部やめるのがいいと思いますね。辛い条件を上げてってそこから逃げるのがいいと思いますけど、逃げるのには逃げるので努力が必要なので、そこは頑張ってほしいですね。今の現状ただしんどいから嫌だっていうのは簡単なんですけど、嫌なことから逃げるっていうのもね、逃走するのにも体力は必要なので、その体力を今つけておくのがいいと思いますね。就活が本格的に始まり、コミュ力、経験値、スキルが他社より劣っていることが気になって仕方ありません。インターンに行く先々で同い年の就活生と比較し傷ついてしまいます。人と比較しすぎず自分のレベルアップに集中するにはどうすればよいでしょうか。劣ってる能力を高めるのがいいんじゃないでしょうか。でもそれをね、どこが劣ってるかは人と比較しないと分かんないと思うので、劣ってるのはしょうがないじゃないですか。経験値が他者より劣ってるってことはもう経験してないんだから、それはもう自分のせいなんですから、劣っててもしょうがないです。で、優秀な人から結果出していくっていうのは世の中なので、そこはもうそういうもんだと思ってください。就活生ってことはまあ多分大学生だと思うんですけど、受験がそうだったわけじゃないですか。大概のことは他の人と同じレベルまでは高められると思います。頑張ってください。小学生の頃の嫌な思い出が原因でバイト先の先輩たちとあまり仲良くなれません。大学でも友達作りたいけど踏み込んだ話ができるほどの子ができそうにないです。話も下手で、以前お前の話ってあっそうで終わると言われました。大抵の話ってあっそうで終わりますけどね。そういうもんですよ。でもっと言うと、みんなあんまり仲良くないんですよ。そんな言うほど踏み込んだ話してないんですよ。でも喋んないよりは喋った方が楽な時はあるじゃないですか。ちょっとでも楽にするのを、数を個数を増やして全体的を楽にしてるんで、毎回毎回踏み込んだ、まあ、親友みたいなことじゃなくていいんですよ。人との接点ってもっと軽いもんですから、あ、この人ともう合わねえなと思いながら付き合ったらいいと思います。毎日お風呂に入るのがめんどくさくて嫌いです。でもお風呂に入った後じゃないと布団に入れないので、仕方なく毎日ちゃんと入ってます。どうやったら入浴時間を楽しむことができますか。ちゃんと入ってんじゃねえかよ。いいじゃねえかよ。そういうもんだろうよ。楽しまなくていいよ。ささっと入って出てこい。中2です。陸上競技部に所属しているのですが、高校は短期留学もしてみたいので、わめっちゃいい夢ですね。部活時代入らないつもりでいます。おお。だけど高校の部活の友達は一生もんになるし、部活の友達がいないとなるの、学校生活息苦しくなりそうで不安です。このことについてどう思われますか。高校の部活の友達が一生もんにはならないケースの方が多いとは思うんですけど、なぜ一生もんになるって思ったのかちょっと分かんないですね。どの友達が一生もんの友達になるかなんて、もうやっぱいろんな人と付き合ってみないと分かんないので、短期留学もしてみたいっていうのがなんかより強い、なんか魅力的な目標に思えるので、そっちを優先するなら別に部活がどうなんて気にしなくてもいいんじゃないですかね。高校での短期留学っていうのは高校の時しかできないので、そっちの方がおすすめですけどね。まあそういう意味では高校の部活っていうのも高校の時しかできないので、どっちもどっちではあるんですけど、今はでも先に出てきた高校は短期留学してみたいっていう夢の方がやっぱ先に出てくる分強いと思うので、そちら優先したらいいんじゃないかなと思います。どうしても一人暮らしがしたいのですが、お金がなさすぎて生活するの精一杯で一向にお金がたまらず、全然一人暮らしができそうな気がしません。一向にお金がたまらず、都内は高いんですけど、地方行ったら全然やりようはあると思うんですけどね。どこでどういう一人暮らしをしたいのかによりますね。現在大学2年生です。時給労働が嫌で自力で稼ぐ術を身につけようと思い切って長年勤めていたバイトを辞めました。しかし本当にこれで良かったのか、将来の不安が大きく膨らんでしまい全く先に進めません。おお、いや正しいんじゃないですか。時給労働ってのは本当に良くないことなので、自分の時間を決められた額で売るっていうのが、まあ、時給労働です。時間を売ってるので自分のスキルで対価が得られないので、マジでバイトとかってやめた方がいいです。特に若いうちはすごくいいこと言ってるじゃないですか。自分で稼ぐ術を身につけようと、本当に若いうちにちゃんとやったら簡単にお金って稼げるので、はい、若いうち大学生でバイトするなんてマジで愚の骨頂だと思いますね。一番無駄なことだと思います。まあ、例えば
何か投資とかするから元手がいくら必要とか先々があるなら、まあ、分からんでもないですけど、基本的に学生がバイトするのはマジでやめた方がいいと思います、ね、そんなことするよりなんかちょっとしたことで金くれる人探した方が絶対ですよ、うん、そっちの方が絶対得です。筋トレを続けることがしんどいと思う時があるのですが、うまく続ける気分転換や方法はありますか。先日全身筋肉量が不足と判定されてしまい続けたいと思っています。え、気分転換以外で筋トレをする理由なんて僕は思いつかないんですけど、え、しんどいならやめた方がいいんじゃないですかね。全身筋肉量が不足してる、続けりゃ上がってきます。筋肉量っていうのは、筋量っていうのは絶対に増えます。筋トレが一番いいところは本当バカでも続けりゃ筋肉つくんですよ。その効率的非効率的はもちろんあるんですけど、続けてりゃ筋肉が増えんです。誰でもできることなんで筋トレって。本当にフィジークの大会とかボディービルの大会出るわけじゃないんだとしたら、あの本当にさないです。ノーペインノーゲインっていうのは古い格言がありますけど、今はねしんどくなくても効果が出る筋トレとかよく言われるんですけど、あの最初の頃はずっとしんどいです。しんどいのを続けるものなので、しんどいのが嫌だったら筋トレしなくていいんじゃないですかね。イライラしないようにする方法があれば知りたいです。なるほど。すぐ甘いもの食べるのがいいんじゃないですかね。甘いものはやっぱ最強だと思いますよ。その分太るっていうのがあるんですけど、イライラしなくて済むならそっちの方がやっぱ健康的な気がしますね。息子が全く実家に帰ってません。カズさんは実家に帰る機会ありますか。私もね全然実家帰んないんですよ。実家が近いとね全然帰る気になんなくなっちゃうんですけど、もちろん会いたいと親御さんだったら思うと思うんですが、多めに見てやってください。若者はね目の前の娯楽にどうしても飛びついてしまうんです。許してやってください。少なくともあなたのことを親御さんのことを忘れてるわけじゃないので。最近周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、私の話はどうでも良さそうに聞くのですごく無駄しくなる上、もともと家庭環境もあまり良くなくて家に帰っても親に気を使って疲れるので、自分って頼れる人も話聞いてくれる人も周りにいないんだなって漠然と毎日虚しくて仕方なくなります。どうしたら楽しく明るく過ごせるようになるのでしょうか。一応今貯金中で、ある程度貯まったら、もともとはしたくなかったですが一人暮らしをしようかと考えています。まあ、一人暮らしは別にしたら結構したらいいと思います。おすすめ、楽しいですよ一人暮らしは。周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、でも質問する人ってもう質問した時点で終わってるんでね、別にこっちの意見があんま聞きたいとかないんですよ。まあ、これでね私も意見言ってそれをなんか聞いてる人がどうこう思ってる動画なんですけど、これも都合よく解釈するだけなんで何言ってもあんまり伝わってはいないと思います本心の注文は。でも相談されなかったらされなかったらそれは多分辛いんじゃないですかね。この人は気の持ち方、なんかスイッチの入れ方で全然、あ、人から頼られて嬉しいなって思えそうですけどね。電車で通学しているものです。電車の中で一番効率的に勉強できるのって何の教科だと思いますか。いや、どの教科でも変わんないと思いますね。同じ時間の過ごし方なんでどれでもいいと思います。でも電車の中って他にもその雑音とかマイナス、家に比べるとマイナスの要素は大きいと思うので、一番好きな教科がいいと思います。一番不得意教科をここで潰すのは難しいし、意外と点伸びなかったりして結局より嫌いになっちゃうんで、なら一番好きなことをやった方がいいと思いますね。せっかく通学時間とかってやっぱつまんないんで、つまんないことを面白くするには一番好きなことをやった方がいいと思います。周りの人に私の悪口を言うのに誕生日にお祝いのメッセージを送ってくる元彼って何を考えているんでしょうか。またチャンスがあったら軽くやりたいなと思ってるだけだと思いますよ。恋愛関係で満たされたことがなく、とにかく満たされたい一心で恋愛ファーストの生き方になってしまい、そんな自分が好きになれません。どうしたらいいですか。恋愛だけで人間は満たされないので、恋愛ファーストってそんな生き方だと思います。他にも人生ってものを埋めるものはいっぱいあります。そうですね、まあ、恋愛ドラマとか恋愛漫画、恋愛映画、恋愛作品ってのは世の中にいっぱいあるんですけど、人間はそんな恋愛だけに夢中になるほど暇じゃないです。他に満たすものいっぱいあるので、恋愛はもう20番手ぐらいに置いてもいいと思いますよ。私はいわゆるシワシワネームで、古臭い名前とかなんですかね。自分の名前が好きではありません。どうすれば自分の名前を好きになれるでしょうか。へえ、そんなに苦痛なんだったら改名したらいいと思いますよ。めんどくさいですけど不可能じゃないの で改名したっていう経験がすごい面白いのでキャッチーです。結構解明したらいいと僕は思います。まあ、家族が何ていうか分かんないですけど、そんなに嫌なんだったら全然していいと思いますし、で合コンで自分の名前言うのが恥ずかしい、
恥ずかしいような名前ってすごく食いつきがいいと思いますけどね。武器なんじゃないかなと思いますね。古臭いって思われる時点でイニシアチブ取れてるようなもんなんですよ。相手は必ずこう思うならこういう対処ができるみたいなのができるんで、一個強い武器だと僕は思いますけどね。高卒なんですが、もともと夢がなく特にやりたいこともないまま就職し、何気ない毎日で今をだらだら過ごしています。やっぱり一度きりの人生、何か目標掲げて生きていった方がいいのでしょうか。いや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 、一度きりの人生なんだからだらだらした方が俺はいいと思います。2回3回あるんだったらね、今回リスク取って頑張ってもいいけど、1回しかないんだからもう平平ボンボンと食っちゃね食っちゃねしたいですね。だらっとしたいですね。来世があるなら今回頑張る気になりますけど、ない可能性の方が高いんでダラダラしたいですけどね。どこで勉強するのが好きですか。喫茶店ですね。全然人のいない喫茶店とかが好きです。家は嫌いです。クラスに話す相手がほぼいません。孤独を紛らわす方法はありますか。話しかけたらいいと思います。孤独を感じてるから紛らわしたいんですよね。話してる間って事務的な話、例えば引っ越してガスとか水道を通すために電話するとなかなか繋がらないんですよ。で、今繋がりにくくなってるのでしばらくお待ちくださいっていうのを無限に聞かされるんですけど、あれ聞いてる時ですら少なくとも孤独ではないんですよね。イライラはしますけど、もう機械的なものですら誰かと会話的なことをしてるだけで孤独ではなくなるので、話す相手がいないのが問題なんです。話しかけてみてください。意外と話してくれるんで。ほぼいないってことは意外といるんですもんね。全く話せないわけじゃないですもんね。この方が多分話しかけてみたらなんとかなります。一緒にいるとしんどいから距離を置くと逆にずっとその人のことを考えてしまいます。一緒にいても離れてもどっちも苦しいです。身内です。自分の中の心の折り合いがどこにあるか分かりません。その人のことを考えたくないってことなんですかね。別のことを考えてたらいいってことなんですかね。まあ身内だから離れられないとかってことなのかな。身内、その人が迷惑を受けてるのかな。金を無心されるとかなんか分かんないけど、その人が社会的にあんまり一緒にいると自分の不利になるってあなたが思ってるのかどうなのか、ちょっと細かいことが書いてないんで分かんないんですけど、単純に心の中の折り合いをつけるってだけでいいんだったら別のことに集中すればいいと思うんで、今から全財産預金とか全部下ろしてきて現金にして、できれば、ね、かさばる千円札とかがいいんですけど、かさばるようにして毎日も口運んでるとお金のことが心配になって他のことを考える余裕がなくなるんで、集中できていいと思いますよ。なんか一個のことだけね集中してると結構それはそれで幸せだったりするんで。最近ニュースで見た AI が絵を作り出すという技術について質問です。はい、はい、ありますね。この先このような技術がどんどん発展していった場合、人間の想像力で作られた良さというものは薄れていってしまうのでしょうか。カメラが趣味の友達がいまして、本当にいいデジカメとかでっかいカメラで撮った作品とスマホでサクッと撮った作品、どうせ修正しちゃうからほぼ差がないっていうのをずっと言ってるんですよ。でもそいつはでっかいカメラで撮ること自体が目的化しているというか、昔ながらの方法を試してるっていうのが楽しいのでカメラを趣味にしてるんですね。想像力っていう言葉がまあちょっとね指す範囲が広いと思うんですけど、結局どこを楽しいと思うからと思うんですよね。制作過程が楽しいって思うんだったら、手汚しながら粘土こねたりして彫刻作ったりする人もいるし、結果を出すことが大事なんだったら別に 3D プリンターで作っても同じだと思うんですよ。昔はだって単純に絵の具とかだってなかったし、青という色を再現するのがすごく大変だったけど、今普通に青い色を作れるじゃないですか。ツールが便利になったからって何かが悪くなったのかっていうのは未来の人が勝手に決めることであって、自分が満足しなかったら別にそこはいいんじゃないですかね。少なくともそれでツールが進歩して想像力が削られるかどうか分かんないと思います。ただ AI が作った絵を人間が描いたってことで出品したりして問題になったケースはあるので、そういうのはフェアなルール作りは必要かなと思います。ただいい絵だったりいい彫刻であったりっていうものであれば、制作過程って描いてはほとんど気にならないかったりするので、そこは想像力が損なわれてるんじゃないと思いますね。まあでもね、AI が勉強してそれっぽい絵を描いてくれるってなると、それっぽい絵の元を作った人は損したな、割り食ったなって思うと思います。でも10年後20年後誰も割り食ったなって言わなくなるような社会になっちゃうんだなと思います。それが当たり前になってしまうと思います。人に言われた言葉を過剰に受け取ってしまい、相手にそのつもりがなくても傷ついてしまいます。鈍感になるにはどうしたらいいんでしょうか。2回に1回人の言うことを無視すれば自然にそれが身について鈍感になれると思います。全部聞かなくてもいいんで、
あなたの周りどれぐらいの人が、この方の周りどれぐらいの人がいるか分かんないですけど、みんな同じようなこと言ってるんで、何か仕方しても大丈夫なんで、それが慣れてくると、はい、鈍感になるの楽になると思います。早起きのコツ、早寝ですね。4月から新社会人になるものです。私は学生時代に短期バイトを数回した経験しかないのですが、長期のバイトを経験したいやつはろくな人間、ろくな社会人にならないと OB に言われ、4月からちゃんとやっていけるのか不安です。カズレーザーさんはバイトの経験はその後の社会人生活に影響すると思いますか？まず学生なんだからバイトなんかしなくていいと思います。長期のバイトを経験してないやつはろくな社会人にならないって言ってる OB は多分長期のバイトしてたんですよね。そんだけ学生時代勉学以外のことをやってるんだから、まあ真面目なやつなんじゃないと思います。そんな OB の言うことは気にしなくていいんじゃないですかね。バイトは全くしませんでした、精一杯勉学に打ち込みましたっていう人の方が僕は優秀だし信頼できるし、これからもお仕事一緒にしたいなと思うので、長期のバイトしたぐらいのことをまず最初に語るような薄っぺらい人生の OB の下で働くのはこの人かわいそうだなと思います。30代です。家に帰ると YouTube か TVer しか見てません。将来のことを考えて積み立て NISA はしているんですが、これだけで良いのでしょうか？あー、なるほど。30代でしてた方がいいことがあれば教えてください。でも積み立て NISA してるってことは金融に興味があるってことですよね。多分見てる YouTube も多分金融系の方が多いと思うんですよ。なら多分いいサイクルに入ってるんじゃないかなと思いますね。ただ積み立て NISA やったくらいで、あの将来ビビってる額にしかならないんで、今ねどうしてもやった方がいいっていう人いるじゃん、いっぱいいるじゃないですか。あれ言うとアクセス数が稼げたり商品が売れるんですよ。積み立て NISA ぐらいで将来どうにもならないです。なのでそれを理解した上で行動した方がいいんじゃないかなと思いますね。金融資産をある程度将来明る心配なく過ごすぐらいになるには、まあね、入門としてはいいんですけど、入門させるのが目的にみんなあれ言ってるだけなんで、そういう意味では知ってた方がいい。そうですね、NISA とかで積み立てるぐらいなら支出減らしてなんか可処分所得増やした方がいいんじゃないかな。支出減らそうがいいと思いますよ。支出を減らす生活をできる術を身につける方が。おすすめの本で漫画でも大丈夫です。あ、漫画でもいいんだ、教えてくださいみたいなのがあるんですけど、漫画だったらなんだろう、好きなのは手塚先生のアドルフに次ぐとかやっぱ好きですけどね。面白いですよね。火の鳥とかやっぱたまに読んじゃいますね。どれ読んでも結局面白いですもんね。売れてる売れてないの差はあるけど、売れてなくてもやっぱ大抵の漫画面白いからな。よく研修などで思い込みをなくすとか固定概念を捨てようと言われますが、そもそも自分の考えが思い込みや固定概念に縛られている状況なのかどうか瞬時に判断できません。今の考えが思い込みでないか固定概念に縛られていないか判断できる方は何かありますでしょうか。なんかね、よく最近研修でね、パズルチックなこととか地頭みたいな、ね、ことをやらせる企業であったり、そういった研修があるんですけど、あれって最初から答えがある時点でもう地頭でも思い込みでも何でもないですよね。引っ掛けクイズみたいなもんで、思いつかなかったでしょうみたいな後出ししたいだけなんで、何の役にも立たないですあれは。それでなんか研修のパッケージ作って儲けてる人がいるだけで、基本的には何の役にも立たないです、ね、固定概念を捨てようって言ってるやつが一番固定概念持ってますからね。答え持ってるんだから。やると決意したことができません。ダイエットや朝活など、そんな自分が嫌になりさらに何もできなくなります。どうしたら決めた通りに動けますか？さらに何もできなくなるってのもよくわかんないですけど、いや無理やり朝起きたらどうですか？それもできないですか？三日坊主って本当によくできた言葉で、3日続けてみたら次1週間できるかどうかって次のステップもいけるじゃないですか。3日続けてみませんか？私も毎年1月1日から100日間筋トレを頑張るって決めてるんですよ。もうここ何年かそうなんですけど、1月1日から100日間は毎日筋トレして、残りの265日はそこそこにするっていうのがすっごいね自分に合ってるんですよ。何でもいいんですよ。しょうもないことでも100日1回続けたっていうのがあると、次はもっとしんどいことで100日続けられるようになるんですよね。何でもいいんで続けられたっていう快感を1回味わってください。中3受験生です。面白歴史暗記法みたいのがあったらお願いします。わあすごいね。今もたまに動画を上げてる、昔学校へ行こうとかに出てた高慶応さんっていう、ラップとは名ばかりのなんかダラダラと歴史用語をつらつらと言う人がいるんですけど、下手だなと思いながら聞いてるとすっげえ面白いんで、そういう動画がいいと思います。あんまりクオリティが高すぎるとダメなんです、変な人だなって思えるやつがめちゃめちゃいいです。そういう方が記憶に残るので、そういう人探してください。だから歴史さんみたいにすごすぎると入ってこないんですよ。技巧の方に目がいっちゃうんで。
下手くそないやつを探すのがいいと思います。まあ、コウケイオさん最近すげえ上手いんでちょっとなんとも言えないですけど、下手な頃の方がやっぱり、ね、面白かったですね。会いたい人に自分から誘うばかりで自分はあまり誘われません。いつも自分からなんで寂しいなと思ってしまいます。はあ、なんで誘わないのって聞いてみてください。それで大した理由がなかったら本命じゃないので、あの今後の付き合い方を考えてもいいんじゃないでしょうか。でも誘ったら来てくれるんだったら、意外とそれぐらいの人って続けてると楽な関係だったりするので、はい、あんまり自分の中の心のウェイトをその人に比重をね大きくしすぎない方がいいと思います。いつでも辞められる関係ぐらいに留めたらいいんじゃないでしょうか。7年間好きな人がいます。でも関係を壊したくないから思いは隠しています。はあ、関係を壊したくない気持ちとどんどん欲が出てしまうの両方を満たすのは不可能ですか。不可能でしょう。なんですかね、関係を壊したくない、そのパートナーとかの関係ではない、恋人っていうわけじゃないんですかね。でも好きなんですね。7年、この方がおいくつか分かんないですけど、7年経って進展ないなら多分脈はないんじゃないでしょうか。自営業をやっていくとして交友関係を広げる努力は必要ですか。めっちゃ必要じゃないですか。自営業なんですよね。絶対必要だと思います。まあ、どういうその商売をされてるか分かんないですけど、人脈ほどかさばらなくてかつプラスになるものってないので、人脈なんて簡単に作れるとかそんなんなくても戦っていけるみたいな、やっぱノウハウとかって世の中今溢れてるんですけど、そんな人でももらえるなら 人脈が欲しいんですよ。急にはい人脈ですってもらえるなら、それが昔からやっぱ変わってないんですよね。あっても使わないって選択肢が取れるので、そういう意味ではやっぱこういう関係は広い方がいいと思いますね。体型に悩まされずに生きる方法はありますか。僕はないと思いますね。まあ、これからの社会別に人の体型どうこうなんて言われなくなると思うんですけど、モテるモテないっていうのはどうしてもあるんですよ、その時代の流行り廃りが。その一点だけでも体型で悩むことはなくならないと思いますね。この体型がいい、この体型が悪いっていうのはないと思うんですけど、この体型の方がモテるモテないっていうのはすごい低俗な話なんで絶対になくならないと思います。ただ別にそんなに大きく気を使うような悩みはなくなっていくと思います今後。私は人に頼るのが苦手で全部一人で抱え込み頑張る癖があります。人への甘え方を教えてください。周りの人は甘えられたいと思ってるわけじゃなくて、一人で抱え込まないで全員で協力しちゃった方が効率いいんじゃないのって多分思ってると思います。はい、甘えじゃなくて分けた分担した方が結果早くなるよっていう単純な計算をするようにしてください。動画が気分転換と癒しになってます。質問ですが、老化に対してどう思われますか。私は動画のため実年齢より若く見られやすく調子に乗っていましたが、最近では体の不調で病院へ行くと老化ですねばかりでアラフォーの現実を突きつけられています。それでも老化に抗いたいのですが、なるべくお金をかけずアンチエイジングする方法ばかり考えています。アンチエイジングについてどう思われるか知りたいです。やっぱり本当に技術が進歩してるのでアンチエイジング効果あるやつ、一昔前はね本当詐欺まがいだったんですけど、もちろん詐欺まがいのものも同じぐらい数あるんですけど、効果のあるやつはそれより増えてるなって最近感じます。アンチエイジングできるならした方がいいです。ただなるべく金をかけずっていうのは本当に効果ないやつが多いので、金をかけない、かけたくないって思ってる人を狙ってる詐欺の方が多いので、ほぼ同じ成分だったりするんですけど、高いものの方が信頼感があります。まあほんま変わんないんだけどね。老化には抗いたいなら湯水のごとく金かけてほしいですけど、まあそれは難しいと思うので、でも美容インフルエンサーの人ね、本当にマジで根拠ないことを言う人もいるので、ちょっとそこは気をつけてほしいですね。でもなるべくお金をかけずっていうので、本当にただ同然のやつはゼロ同然の効果しかないので、ちょっとお金かかるっていうのは覚悟した方がいいと思います。有名企業に入れば稼げますか。世界中の人が共通的に思う有名企業に入れば稼げると思います。ガーファであったり、なんだ中国の方のありますよね、4つ、テンセントとか、そういうところに入れれば稼げるって言えると思います。ただそういうところの人は意外と稼げるっていう感覚なくて、すぐに転職しちゃったりキャリアアップを目指してるので、あんま稼げるかどうかっていうのは気にしないと思います、ね、ただ就職ランキングとかで人気の有名企業っていうジャンルではあんまり稼ぐのは難しいと思います。日本って所得税高いのいいですか。確定申告するために悩みます。まあ高いですよね、そら。いや4割以上持ってかれるわけで、
でもその高く感じるぐらい所得があるんだったら、それはもう海外移住考えた方がトータルで得だと思いますよ。今まで人を見下したことはありますか？めっちゃあります。みんなあるでしょそりゃ。いやめっちゃあるでしょそりゃ。え、ない人いるのかな。え、います。路上で寝てる人とか、ベロベロになって寝てる人とか。やっぱね、俺も自分がそういうことしてたから分かりますけど、あれをやる必然性とかって何もないし、あれで誰かが幸せになることもないですよね。自分だけが幸せなだけで。自分がそうやって迷惑かけてたのを覚えてるから、今でもそれをやってる人やっぱ見下しちゃいますもんね。目標がたくさんあるのですが、結局何からしたらいいのか分からなくて何もできません。しかも大体の目標が長期間にわたって頑張らないと達成できなそうな目標ばかりです。きっと他人より優れた能力を欲してるんだと思います。目標がありすぎることはやはり悪いことなのでしょうか？また対処法などはありますか？目標がありすぎることは全然悪くないと思います。問題なのは何も行動していないっていうことですね。とりあえず今、思いつくのを20個くらい書き出してください。でそれはあいうえ順に並べて、一番最初に来たやつを達成できるまで、ここには書き込まないでください。高校生の息子が VTuber の技術が学べる専門学校への進学を考えています。いいっすね。VTuber の将来をどう考えでしょうか？技術は将来あると思います。先は明るいと思います。ただどのレベルの技術なのかよります。専門性の高い技術なのか、ただ VTuber 事務所で働くための技術なのかによって違うと思います。もっと高度な技術を勉強するんだったら、めちゃめちゃ将来性はあると思います。そうじゃないとしたら普通の仕事だと思います。子供の時から年を取ることが嫌で、死ぬとどうなるかを考えるとすごく怖くなります。怖いですね。みんな少なからず恐怖心はあると思います。あります。毎日寝るときに怖くなったりしてしまいます。考えても答えが出ないことを毎日不安に思っているのがしんどいです。どうやってこの不安感をなくせばいいか、考えても未だに解決策は見つかりません。僕も見つかりません。なので寝るとき怖いことを考えなくても済むように、ヘトヘトになってから寝ます。よく眠れます。過去のトラウマを忘れるにはどうしたらいいでしょうか？いや無理でしょう。昔 USO Japan っていう番組で心霊写真とか心霊動画とかすごい特集してたんですよ。未だにそれを思い出して夜中パッて起きますもんね。そんなちっちゃいことでもずっと忘れられないから、トラウマだって思えることなんかもう絶対忘れられないですよね。その分楽しいことをいっぱい、何でもいいからしょうもないことでも楽しいって思うことをストックしてって、例えば夜寝るときにトラウマ回を引かないようにするっていうことですよね。そのためにはどうでもいいことでも楽しいって思った方が得だと思います。心霊現象とか信じますか？全く信じないです。職場でいつも小さなミスが多いです。事務作業においてミスを少なくするコツってありますか？めっちゃ迷惑かけてそうだなこの人Excel のマクロをめちゃくちゃ組めるように覚えて、ミスの確認をシステムに投げるっていうのを自分で勉強するのはいかがでしょうか？もしくは自分のデスクのあらゆるところに確認しましたかって書くとかじゃない？もしくはイヤホンつけて自分の音声再生してくれるプログラムとかアプリであるので、そういうの入れて10分おきに確認しないよってなんかつぶやいて、その音声が耳から聞こえてくるようにするとか、そういうので頑張ってください。薬学部4年の大学生です。病気の治療のため1年間休学していましたが、来年度から復学できることになりました。おめでとうございます。しかしこの1年で3年生までの知識も抜けてしまい、自分がどうやって勉強していたのかも分からなくなってしまいました。そこでブランクがある時の勉強のコツやアドバイスがあれば教えていただきたいです。この病気の治療のため1年間休学というのはどういった病気なのか、ちょっと僕は全くこれから分かんないんですけど、その病気のせいで本当に知識が抜けてしまったりとか、記憶にハンデを負ってしまったっていうんだったら、いやそれはもう全然アドバイスはできないですけど、3年ちゃんと溜め込んできた知識が1年抜けたとしても、まあ一般的にはちゃんと戻せるのでゆっくり勉強し直したらいいんじゃないですかね。コツとかじゃなくて、はい、ゆっくり勉強楽しんでください。大学生です。会話をすることに苦手意識があります。彼氏は本好きで哲学や政治法律といった多様な分野の話をしてくれますが、私はその話を全く展開させることができません。1を10で返すところが話の内容のわからないところを聞いて理解するので精一杯です。対等に話ができるようになりたいので読書を始めましたが、彼に追いつくのは難しいと考えています。お互いの知識より差がある場合どのように話を広げていけばいいんでしょうか？いやこれはだから彼氏がそもそもこれ会話が下手なんじゃないですか。あなたが会話苦手なんじゃなくて、なんでそもそもこの方が哲学や政治法律とかも知らないのにその話をしてくる時点で会話が下手ですよね。会
会話というのは相手がキャッチしやすいボールを投げる、で相手のにもキャッチしやすいボールを投げてもらうっていうものなので、相手が取れない、ね、そんないやらしいコースの球投げるやつとキャッチボールして面白くないですからね。これは別にあなたが会話が下手なわけではないと思います。すごい喋るの上手かったり、プレゼンが上手い人ってやっぱすごい今増えたんですよ。プレゼンであったり動画で喋ったりするの上手い人が増えてきたんですけど、そういう人が喋りが上手いわけではないんですよね。あの人たちはもうインプットしたものをアウトプットする能力がめちゃくちゃ長けてるだけであって、あと速さがあるだけであって会話が上手いわけじゃないんですよ。なんかよくわかんないけど、人気ある飲み屋のお姉ちゃんとかで本当に全然喋れないけどうんうなずいてだける子みたいのがおっさんから人気だったりするじゃないですか。やっぱキャッチするのが上手い人の方がね、会話って上手いんですよ。でゆっくり噛み砕いて一個一個返せばいいんで、1を10で返す必要なんかないんで、1を1で返してくれればいいんですよ。そもそもこのね、相手が10投げてくる時点でどうかしてるんで、1ずつ交換し合うのが会話なので、そんなことを気にする必要はないです。話は広げなくてもいいですよ。別に今のどういうこととかでも別にいいので、で一個一個ね、分かんないことを潰していけばいいので、もう普通にゆっくり喋ってください。で、分かんないことは分かんないっていうのが大事です。で、相手が喋りすぎてたら、ちょっと喋りすぎですって言ってあげるのが大事です。それが楽しい会話です。うわ、最悪ですね。彼氏がゴムをつけてくれません。今まで妊娠させたことないから大丈夫とか、低い確率を怖がっていて、これだから女は論理的じゃないから嫌だとかいろいろ言われて毎回丸め込まれてしまいます。こんな時どうしたらいいでしょうか。そうですね、どうしたらいいか別れるのが一番いいと思います。なんで付き合ってんのそんな人と。絶対別れた方がいいと思いますよ。いや、それでも本当に暴力的なことされてるとかだったらもちろんすぐに訴えてください。そうじゃないならすぐ別れてください。純粋にお友達になりたいです。いや、こんなところでこんなことしか接点がない人と友達にはなれないです。すいません。人生の最終目標をニルバーナに定め、今の人生を慈しみ日々過ごせるように努めています。カズ君にとって悟りとはどのような解釈でしょうか。お聞きしたいです。よろしくお願いします。私も人生の最終目標はニルバーナに定め、今の人生を慈しみ日々を過ごしています。同感です。二度と質問しないでください。怖い。他人に興味が持てず、周囲の人があの人好き嫌いなどの話で盛り上がっていても共感できずに内心冷めた目で見てしまいます。人に興味を持てないとこれからの人間関係で支障を来すものなのでしょうか。実際に今は恋人もいません。別にいいんじゃないかなと思います。人間関係に支障を来すのは一個はコミュニケーション不足、もう一個は能力不足、どっちかが足りていればある程度カバーできると思います。自分に自信がなく、人生の岐路において選択するたびに後悔のような不安がつきまとってしまいます。考えても仕方ない不安を打ち消す方法は何かありませんか。はー、ないと思いますよ。不安はずっとあるんじゃないでしょうか。不安持たないってのは極論バカになるっていうことなので、バカになってもそんなに人生損はないぞってなんか腹くくれるんだったら、バカになっちゃうのが一番楽だと思います。バカになっちゃうと不安は、はい、全然感じなくなります。でもバカになって失敗した場合取り返しがつかないので、それが怖いんだったら不安でいた方がいいんじゃないでしょうか。不安を打ち消す方法っていうのはだからそれぐらいですね。なんかメンタル系の本読んだりとかね、そういうのやってもそんなに消えないと思います。もしくはめちゃめちゃちゃんと計算してリスクヘッジしながら生きるっていうのもあるんですけど、まあそれをやってる時点で多分不安はねなかなか消えてないと思うんで。同世代のものです。あ、そうですか。最近体を見るたびにほうれい線やシワが気になるようになり、年を取ったなとなんだか不安に感じます。自分の体が老いていることについてどう考えていますか。もう怖くて仕方がないですね。毎日老いを感じます。まあ、どうやったって老いから逃れられないなと思いますね。でほうれい線とかシワとかがなくなったらね、もちろんいいんですけど、なくなっても大して変わらないっていうのもなんとなく分かってるんで、なんかね本気になれないっていうのはありますね。数年後にアラフィフになるというタイミングで去年から通信制の大学生になりました。へー。今までで勉強会に逃れようと背を向けてきた自分だったので、勉強のやり方がいまいち分かってません。テキストを読んで過去問をやる、これでいいのでしょうか。テキストを読んで過去問をやる、いいと思います。授業があるわけですね、通信制の大学とはいえ。大学1年生です。春から大学が始まり、それに伴い一人暮らしを始めました。大学では課題、家では家事に毎日追われてしんどいです。ストレス解消などの良い解決策はありますか。課題解いてんのストレスか。楽しそうだけどな。
いやまあそれはね人それぞれなんで、がむしゃらに運動するとかもまあまあ分かりやすい、ストレス解消にはなりますけど、筋トレとかはねやっぱお金もかかんないし、本格的に器具を揃えない限りは部屋でやる分には全然お金かかんないでおすすめですけどね。上司に言われた通りにやっているのに怒られたり、なんでそんなことしてるのと言われたことが何回もあります。指示をされてしたことについてこのように言われイラッとしてしまったのですが、どのように考えると良いでしょうか。コスワード言葉、指示代名詞がめちゃめちゃ多いです。ちょっと文章が読みづらいです。こういうところじゃないですかね。これがなんか怒られる原因なんじゃないかなって今思いましたね。言われた通りやってる分には多分ね怒られないと思うので。今年入社した高卒の新入社員に仕事を教えているのですが、日が経つにつれ私に慣れてきたのか舐めているのかと思うことがあります。確かめ算してごらんと計算をさせたら合っていたようで、イエイと言われ、どうという顔で見られ、しかも残業中で相手するのが辛くてしんどいです。かなりストレスです。あまりふざけた人間を相手しなくても良いでしょうか。ほー、まあずっとやられたら、毎日やられたらしんどいのかもしれないですけど、今この話を聞いて僕は面白いと思ったんで、あの面白いエピソードが手に入ることってなかなかないんですよ。こいつをあのどうせ使えるようにならないやつだと思うんで、あ多分舐められてると思います。これ間違いなく舐められてると思いますし、あのこいつが使えるようになることはないし、多分遅かれ早かれやめるだろうと思いながら接していいと思います。でもこのエピソードが面白いんで、面白いエピソードをくれる人間って相当レアなんですよ。めちゃくちゃ珍しいんですよ。レアリティが高いんです、面白い人って。なのでどうせ辞めるんだから、こいつを思うさま泳がせた方がいいと思います。今はねイライラするかもしれませんけど、逆にそんなやつなのに形になった、一人前になったらまあ儲け者ぐらいなんで、ふざけたやつってあの年取れば取るほど周りにいなくなるので、あのやっぱ貴重な人材だと思いますね。だって周りも多分このこいつのことそんな好きじゃないと思うんですよ。わかんないです、この書き込んでくれた人だけが舐められてるんだとしたら別の方法もあるんですけど、多分大抵の人を舐めてこいつは接してると思うので、こいつ以外でそのね共通の敵だから話し合えるじゃないですか。あいつ腹立つな、共通の敵がいるって結構人間関係が円滑にいく一つの材料でもあるので、健全かどうか不健全かはあるんですけど、でも共通の敵がいると、いやこんなに潤滑油になることはないので、イエイとか言うやつやっぱ面白いんで、はい、しばらく泳がした方がいいと思います。まあもしかしたらね、その会社にダメージを与えるような大失敗するかもしれないですけど、大失敗そうなような仕事を与えなくても、ちっちゃい失敗でもこいつは大失敗するので、あのしばらく泳がして、はい、ドキドキを楽しむ余裕を持っていいんじゃないでしょうか。仕事がかったるいです。わかる。私しかできない業務があり、気になること、その業務の人材育成について上司に相談しても丸投げで取り合ってくれません。仕事は好きだし人間関係もいいですが、プライベートの時間がなくなり仕事的に頼れる人がいないという点で、このまま違和感を持ちながら仕事を続けてもいいものかと悩んでいます。この方しかできない業務があるんだったら、もっと横柄な態度に出た方がいいんじゃないでしょうか。人材に上司に相談しても丸投げ取り合ってくれませんだから、サボったらいいんじゃないですかね。そしたら困るのは上司と下の周りの人なので、もっとマウント取れまくって優位に動いた方がいいと思います。最近できた友人のどんくささにイラついてしまいます。自分もかなりどんくさい方なのですが、自分と同じようにどんくさい人と行動して初めてどんくさい人にイライラする気持ちを知りました。何回どんくさい使うの。今まで周りにいた人にこんな気持ちにさせていたのかとかなり落ち込み、そういえばあの時もこの時もと自分の過去のどんくさいエピソードを思い出してはさらに落ち込む日々です。その友人のことは好きですし、本人は悪くないのは分かっているのですが、自分を見ているようだからモヤモヤしてしまいます。どんくさい人に対して何か思うことはありますか。どんくさいとそんな思わないです。あでも自分がどんくさいから思うんだな、同族嫌悪みたいな感情になるんですかね。どんくさいのでイライラするのか、どうなんだろう。迷惑レベルまでのどんくささなんですかね。ただちょっとテンポが合わないとかのんびりしてるとかで、でも結果に大した影響がないんだったら勝手にイライラしてるだけなんじゃねえのとは思いますけどね。どんくさい人に対して僕は本当に何とも思わないです。でもなんかせっかちな部分もあるんです。なるべくせっかちな人と付き合うようにしてます。その友人のことは好きですしっていう、なんか本当にお試しかしかのように一応好きって言ってるけど嫌いなんじゃないのかなと思っちゃうよね、これ文章だけ読むと。まあ、しばらく1年ぐらい付き合ってみてまだイライラするぐらいだったら、その人の交際をちょっと減らすのがいいんじゃないですか。その場限りの友達しかできません。
学校では一緒にいるけど休みの日に会ったりはしない。どうしたらもっと深い関係になれますか。え、友達ってそういうもんなんじゃない。休みの日には休みの日でみんなやりたいことあるでしょ。友達以外とも過ごす時間はあるので。いや、深い関係にならなくていいと思いますけど。てか学校でも接してるなら十分深い関係な気もしますけど、どうなんだろう。どうしたらもっと深い関係になりますか。今深い関係になる必要がない人と無理やり深い関係になろうとしても、ね、相手も迷惑なんで、今少なくとも周りにいる人とは深い関係になれないんだと思います。もしかしたらいつかそういう人ができるかもしれないですけど、できないかもしれない。今までできないなら多分今後も深い関係になる人はできないかもしれません。相手も深い関係になりたいと思わない限り深い関係にならないですもんね。でもそれでいいんじゃない。どうしても必要かな。中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらいいですか。中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらよいですか。1回で伝わる文章を書けるようになればもうちょっと伝わるようになると思います。クイズ番組でご活躍されておりますが、カズレーザーさんから見て、いや本当この人には負けると思う知識豊富な方はいらっしゃいますか。いるとすれば誰ですか。いや、いますけど、本当に知識豊富な人ってクイズ番組なんかには出ないので、あんま負けることないですね。本当に頭いい人はクイズやんないです。一方的に言われたりするととっさに冷静に言い返せなくて悔しい思いをいつもしてしまいます。何か良い方法はないでしょうか。一方的に言ってくる人がいる状況っておかしくないですか。その人と離れた方がいいんじゃないですか、ね、もしくはその環境が間違ってると思うので。ただそれが上司からの命令とかなんか社会的に上下の関係があるんだとしたら言い返す必要はないと思います。他のところで解消する方がいいんじゃないですかね。言い返すのは別に言い返す必要はないと思います、ね、若いうちにこれはやっておくべきというと思うことがあれば教えてください。うわ全然わかんねえな。若いうちにこれやっておくべき、男性か女性か分からないんですけども、お腹いっぱい揚げ物とか食べといた方がいいと思いますね。これを書き込んでる方が何歳か分からないですけど、まあ10代20代の方が多いと思うんですが、10年後本当に揚げ物って食べられなくなるので、体がマジで受け付けなくなるんですよ本当に。俺もある程度収入に余裕が出るようになったら腹いっぱいとんかつ食おうと思ってたんですけど、収入に余裕が出てきた頃にはとんかつを全然美味しいと思わなくなっちゃったんですよ。こんな不幸はないので、若いうちにやっとくべきってことは若いうちしかできないことなんですよ。それは意外と勉強じゃなかったりするので、勉強は何歳でもできるし、ね、多分90ぐらいまでみんな生きるので、そんなに焦んなくてもいいと思いますね。アイドルに本気で恋してしまっています。芸能人の方からしてファンに恋愛感情を抱かれるのはやはり厄介でしょうか。アイドルっていうのは疑似的に恋愛をしてもらうことをなり合いにしているので、多分そんなに厄介に思ってないと思います。そういうもんだなって思ってます。でも向こうがあなたに恋をすることは 100% ないですね。でもそういうもんだと思って付き合うのがいいと思います。どうやって頑張っても付き合えないです。アイドルの周りにはめちゃくちゃな美男美女がいるので。なぜ最後には死ぬのに生きているのでしょうか。最近そればっかり考えてしまい不安や恐怖で頭がいっぱいになってしまいます。最後が死ぬかどうかと生きてるってことにも関係ないと思うんですよね。楽しいことがあるじゃないですか。そんな時って死とか別にどうでもよくないですか、うん、美味しいものを食べて美味しいって思うことと最後は死ぬことって関係ないじゃないですか、うん、生きてるってことと最後死ぬってことはあんまり関係がないと思います。25歳大卒社会人 4年目です。大学卒業、地元の会社に入社したのですが、会社外の周りの人間と比べると自分の会社の待遇がとても悪く感じます。しかし周りの人には恵まれてます。長期的に見ると将来性も薄いので転職を考えていますが、こんな動機でいいでしょうか。何が転職の動機ってことですか。転職の動機なんて何でもいいですよ。今日晴れてるから転職しようかなぐらいでもいいと思いますよ。私の座右の銘は時は金なりです。1時間いくらなら人によりますか。私は1万円でもちょっと躊躇します。1万円じゃ絶対売らないでしょ自分の1時間。髪の毛どれくらいの頻度でブリーチしてますか。プリになってるところ見たことないので気になりました。いや結構プリになってます。でもそういう時意外と気づかれないものです。